初めになって、私はいよいよまた東京へ出ようとした。私は父に向かって、当分今まで通り学士を送ってくれるようにと頼んだ。ここにこうしていたって、あなたのおっしゃる通りの地位が得られるものじゃないですから。私は父の希望する地位を得るために東京へ行くようなことを言った。無論口の見つかるまででいいですから、とも言った。私は心の内で、その口は到底私の頭の上に落ちてこないと思っていた。けれども事情に疎い父は、またあくまでもその反対を信じていた。そりゃわずかの間のことだろうから、どうにか都合してやろう。その代わり長くはいけないよ。相当の地位を得次第独立しなくっちゃ。元来学校を出た以上、出たあくる日から人の世話になんぞなるものじゃないんだから。今の若い者は金を使う道だけ心得ていて、金を取る方は全く考えていないようだね。父はこの他にもまだいろいろの小言を言った。その中には、昔の親は子に食わせてもらったのに、今の親は子に食われるだけだ、などという言葉があった。それらを私はただ黙って聞いていた。小言が一通り済んだと思ったとき、私は静かに席を立とうとした。父はいつ行くかと私に尋ねた。私には早いだけがよかった。お母さんに日を見てもらいなさい。そうしましょう。その時の私は父の前に存外おとなしかった。私はなるべく父の機嫌に逆らわずに田舎を出ようとした。父はまた私を引き止めた。お前が東京へ行くと、うちはまた寂しくなる。何しろ俺とお母さんだけなんだからね。その俺も体さえ達者ならいいが、この様子じゃいつ急にどんなことがないとも言えないよ。私はできるだけ父を慰めて、自分の机の置いてあるところへ帰った。私は取り散らした書物の間に座って、心細そうな父の態度と言葉とを幾度か繰り返し眺めた。私はその時またセミの声を聞いた。その声はこの間中聞いたのと違って、つくつく帽子の声であった。私は夏郷里に帰って、煮えつくようなセミの声の中にじっと座っていると、変に悲しい心持ちになることがしばしばあった。私の哀愁はいつもこの虫の激しい音とともに心の底に染み込むように感じられた。私はそんな時にはいつも動かずに一人で一人を見つめていた。私の哀愁はこの夏帰省した以後、次第に情緒を変えてきた。油ゼミの声がつくつく帽子の声に変わるごとくに、私を取り巻く人の運命が大きな輪廻のうちにそろそろ動いているように思われた。私は寂しそうな父の態度と言葉を繰り返しながら、手紙を出しても返事をよこさない先生のことをまた思い浮かべた。先生と父とはまるで反対の印象を私に与える点において、比較の上にも連想の上にも一緒に私の頭に上りやすかった。私はほとんど父のすべても知り尽くしていた。もし父を離れるとすれば、
情愛の上に親子の心残りがあるだけであった。先生の多くはまだ私に分かっていなかった。話すと約束されたその人の過去もまだ聞く機会を得ずにいた。要するに先生は私にとって薄暗かった。私はぜひともそこを通り越して明るいところまで行かなければ気が済まなかった。先生と関係の絶えるのは私にとって大いな苦痛であった。私は母に日を見てもらって東京へ立つ日取りを決めた。